今回は久しぶりの筑波サーキットにやってきました。毎回がいいよ、毎回毎回がいいですね、うん、群馬はね、より危ない。俺は安全なところで走りたい、はい、そうなりますよね、うん、賛成です、はい、うん、いや君たちはまだ現役だから僕みたいな年になるとね、やっぱ安全に走りたいわけ。いや安全がいいですやっぱりね、はい、ね。で今回筑波ではあの FF 体験と久しぶりにやってみようじゃないかと。あの今巷ですごい大人気なフィット対スイフト。え、人気なの？人気みたいですよ。知らないですよね、土屋さんね。知らない。ノブさん、データお願いします。ノブデータ。今日のですね、はい、フィット対スイフト、はい、かなりデータが似てるんですよ。ノーマル同士で比較すると、車重の差は10キロ。うん、で6速ミッションは一緒、うん。排気量は 90cc だけスイフトが勝ってる。うん、ほんのちょっとの差なので、うん、これはちょっとチューニングして軽量化するなり、マフラー変えてパワー上げるなりすれば、うんうん、まだどっこいなんじゃないかと。え、何台ぐらいいるのそれ？今回はなんとね、10台ぐらい来てます、エントリーが。結構いるね。10台すごくないですか？何やってんの？ライトチューンクラスと、あと結構、うん、そこまでやっちゃうのっていうぐらいの車もいるんですよ。ターボ？ターボとか。軽いからね、どっちもね、はい、あとはじゃあその辺のチューニング次第だと思います、やってみたいと思います。どうぞ。10台の FF ボーイズレーサーが集結。フィットバーサス水槽筑波大決戦。さあまずはフィットのベースがどんなもんかっていうね、そこを見てみないと、こっからじゃあチューニングどうしていくんだっていう感じで、どのくらい出るのかやってみたいと思います。まあ、ギアのつながりとかはいいよね。足もいいし、車体もしっかりしてるし、最終もうちょいなんかアクセルに反応してインガンを向いてくれたらいいなっていう感じだよね。タイムは1分15秒365。ノーマルではまずはスイフトに軍配。それではちょっと先輩のスイフトからチューニングマシンをチェック。ライトチューンクラスが2台、やっちゃいましたクラスが3台だ。エントリー1はモンスターのコンプリートマシン。スイフトスポーツの、ノーマルの良さっていうのをさらに伸ばしていくって、同じベクトルのライン上にあるような仕様の、コンプリートカーというモデルで、コンピューターのデータがさらに進化しまして、アクセルのレスポンスですとか、それからトルクの出方がかなり向上しているんですけれども、例えばシフトをチェンジした時にエンジンストールした回転数なんかも、その領域に含まれてますので、かなりスポーツ走行でもメリットがあるようなセッティングに出来上がってます。ライトチューンクラスのモンスターさんの、スイフトです。ライトチューンですが思いっきり頑張ります。意地を見せます。オリラーからタイムアタック開始。ダンロップ下は一瞬のアクセルオフでクリア。ファイナルが 5.1 のため最高速は伸びず139キロ。タイムは1分9秒377。いや、ノーマルと比べたら運転の差ですごく楽しいと思います。ファイナルが 5.1 って言ってすごいショートがついてるんですけど、それがすごくこのコースとエンジンのパワーにバランスしててすごくいいね。速くはないんだけどすごく気持ちいいで、コーナーはすごく速い。スイフトとかが流行る意味が分かりますね。楽しいもん、うん、ライトチューンクラス D ランゲージスイフト。基本的には D ランゲージ のお客さんが真似できますよっていう、そういうパッケージですね。筑波の一応サーキットを走れるように作って、まあ、その中で、ストリートもちゃんと走れるようにっていうコンセプトで、作られています。いつも走ってるコースなんで、いつも通り走れればいいかなと思います。筑
筑波がホームコースだけにその走りに期待がかかる。あ、ちょっとアンダーか。アクセルオフがちょっと長いのはパワーが出ているためか。最高速はモンスターより5キロも速い144キロをマーク。さらに最終コーナーがあるセクター3でもスピードに乗ってる。タイムは1分8秒086。やっちゃいましたクラス、サンラインレーシングスイフト。基本的には一通りやってあります。まあ足デフクラッチ、それからまあ補強も入ってますし、ただまあストリートカーなんでそんなにこう軽量というようなことはしてないですね。基本的にはエンジンはノーマルで、ターボ仕様ですね。トラストさんのターボキットを、はい、つけてます。200馬力ぐらいですかね。はい。こんにちは、佐々木です。サンラインの車でターボ付き。頑張ってトップ取れるように頑張ります。ドライバーの佐々木選手はドリフトマッスルからスーパー耐久にも参戦する箱車使いだ。トラストのターボキットを装着で64馬力ものパワーアップに成功しちゃってるだけに、最高速はなんと156キロをマーク。コーナーもいい感じ。タイムは1分7秒206。国池田自動車販売スイフトターボ仕様。基本的にエンジンはノーマルにトラストさんのターボキットをつけたのが、まあ、エンジンはそういう仕様です。あとはもう足回りが、まあ、弊社のオリジナル、マフラーもオリジナル、それ以外はいろんな各社メーカーの僕がセレクト、自分がいいなと思ったパーツをつけて、まあ、あと皆さんができるだけ再現できるっていう感じで仕上げてます。こんな気温暑いですけどベストが出ればと思ってやってきました。はい。オーナー自らがステアリングを握って挑戦してきた国池田自販。さあどうか。このマシンもやっちゃいましたターボ仕様。最高速はサンラインレーシングを上回る158キロをマーク。最終コーナーはまだ手探り状態か。しかしタイムは6秒台をマーク。エントリー5はトラストのスイフトターボ仕様だ。車はですね、31のスイフトに市販のターボキットですね、弊社の方で販売しているターボキットをつけて、それでまあサスペンションの方はアラゴサさんとコラボして作った、まあ、グレッティのバージョンですね。まあ、今日はホンダ勢が速いホンダ勢がいるので若干出力を上げて持ってきました。スプーンさんの K20 を積んだ車ですかね、こちらが速いのかなと思ってます。はい。今回スイフトターボなんで、まあちょっとこう久しぶりに速い車乗れるんで、まあ楽しみに、はい、頑張ってみます。久々登場のたけしはこの走りでこの日の最速タイムをマークする。とにかく小さいコーナーを小回りして立ち上がりでワイドにならないように。
最高速はやはり最速の165キロをマーク。なんとスイフトで4秒台に入れてきた。すげえ。167から上がっていっちゃうとダメですけど、67で安定して周回できるんだったら67だったら OK です。今103なんで、もうちょいいけます。この暑いのに4秒台は早いですね、うん、タイヤも中古だし。チューンドフィットはどうか。フィットにはターボ仕様はなく、ライトチューンが主流だ。ライトチューンクラス FK テックフィット、ストリートの子がサーキットでそのまま乗れるようにっていう形で仕様だけ考えてきました。で、足回りとリフトでコンピューターだけライトにチューニングしたものを使っています。みんなに迷惑かけないように、とにかくマシンのポテンシャル出せれるように頑張ります。FK テックもオーナーが自らドライブ。タイムは1分15秒3。これに対しライトチューンの FK テックは何秒縮めることができるのか。タイムは4秒アップだ。ライトチューンクラスジェイズレーシングフィット、ライトチューンで車検に通る合法のレベル、足をかなり詰めました。でコンピューターも解析できましたのでやってきましたが、まあ、多少は良くなっているところです、まあ、一般ユーザーが一番お求めやすい仕様にしています。ジェイズも梅藩自らがドライブ。仕掛けは S 体仕様だが、中身はライトチューンのジーズフィット。予選アタック時間に14周も走り込んで、最終ラップにベストをマークするという熱の入れよう。タイムは9秒952。やっちゃいました。クラスシーカーフィット、モテギでやっている 1.5 チャレンジカップというワンメイクのレースの、レギュレーションに沿ったものなので、まあ、基本的に、まあ、N1 的な仕様です。なのでエンジンなんかもノーマルですし、あとはまあ足回り駆動系に一通り手が加えられてて、まあ、ちょっと軽いかな、うん、皆さんがお使いの車よりも車重が軽いという仕様だと思います。ラジアルをそもそもこの車に履かすのは初めてなので、ちょっとその辺のマッチングが心配ですけどね。はい、頑張っています。シーカーもショップオーナーの寺岡選手がドライブ。シーカーのフィットは唯一旧型モデルのため、120馬力と今回の出場マシンの中でも一番パワーが少ない。しかしレース仕様のため一番車重は軽く950キロ。タイムは1分9秒794。ライトチューンクラスノブレッセヒット GK5 のデモカーは、マフラーとあとサスペンション、あとブレーキとか基本的なことをやってますが、あとやっぱりノブレッセはエアロメーカーですので、デザインとか吸力を、目指した、パーツを開発して今回装着してます。バトルということなんで、まあ、ちょっと結果はどうなるか分からないんですが、やっぱり精一杯頑張らせていただきます。ノブレッセさんのフィットに乗るのがノブデッセ。
ノブレッセのマシンでノブがアタックデッセ。ダンロップ下はノブも一瞬戻し、アクセルを戻している時間が短い。いい感じ。なかなか楽しいよフィット。すごい突っ込みだ。さあタイムは1分8秒967。モンスターのスイフトにコンマ4秒勝った。いやフィット楽しい。なかなかうんありですね。タイヤホイールと足とブレーキパッド、それだけでもうね全然楽しい。まあ、ちょっとマフラーも変えてますけど、さっきよりもだいぶタイム上がってるもんね。これはいいかも。やっちゃいましたクラス、スプーンフィット。峠で非常にいい評価いただいたんで、基本的なコンセプトは変えず、本当にまあ本当にいい車って思えるような仕様を作ってきました。決して過激な仕様にはしてないです。ほんのちょっと車高落としたぐらいで、他は何も変えずに、あ、ナビつけてきました。あの道分からなくならないように。はい。ナビにはメッセージが。我が社からのメッセージです。俺はいつも安全運転だよ。ミラーかっこいいね、スプーンのミラー。いい音だね。さあドリドリがアタックへ。1コーナーではアンダーステアがちょっと顔を出す。頑張れよ。一夜ではアンダーは出てないが、ここでクラッチを一蹴り。ターボスイフトに2キロ届かず163キロ。最終も若干アンダーっぽい。タイムは総合2番手の1分6秒188。ダンロップと 80R、まあ、最終コーナーだね。そこでリアがもうちょっと動いてくれたら、あとコンマ5は速くなる。